こんにちは。備忘録チャンネルの瀬山です。ひめくりじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日5月20日は日本三大悪女の一人とされる日野富子が亡くなった日です。日本三大悪女、ひどい言われようじゃな。一体何をしでかしたんじゃ。はい、早速解説していきます。今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、日本三大悪女です。まずはあくまで俗説であることをお断りした上で、日本三大悪女の顔ぶれについて紹介します。一人目は大河ドラマ鎌倉殿の13人でも主役級の活躍を見せる北条政子。結果的に夫源頼朝の血筋を滅ぼし、鎌倉幕府を北条一族のものにしてしまったとされています。二人目は戦国末期絶世の美女として知られる織田信長の妹お市の方の娘であり、天下人豊臣秀吉の側室でもあった淀殿。高すぎるプライドが邪魔をして徳川家康に歯向かったために、その結果豊臣家を滅ぼしてしまったとされます。そして三人目が今回紹介する日野富子。室町幕府将軍の妻となりながら、その悪妻ぶりから幕府が滅びるきっかけを作ったとされています。なるほど、すべて大河ドラマでも主役級の大物ばかりじゃな。結果的に家を滅ぼしてしまったというのも共通しておるの。ちなみに日野富子は1994年放送の大河ドラマ花の乱の主役で、三田佳子が演じているでござる。では続いてのキーワード、足利義政です。名門貴族である日野家に生まれた日野富子は、16歳になった頃室町幕府第8代将軍足利義政の正室となります。二人の間にはなかなか男子が生まれなかったため、将軍義政はすでに出家していた弟義見を還俗させて後継者としました。しかし間の悪いことに、その直後待望の嫡男義久が生まれたために、何としてでも自分の子を将軍にしたいと考えた日野富子は、将軍後継者である足利義見を排除しようとしたとされています。ふむ、母親であればそう考えてもおかしくはない気もするが、とにかくそれによって世の中が乱れ始めたのじゃな。ちなみに足利義見の妻は日野富子の妹義子であり、信頼関係があっただけではなく、当時の幼児死亡率の高さから考えても、本当に富子が自分の子を将軍にするために義見を排除しようとしたかは疑わしいと最近の研究では考えられているそうでござる。では最後のキーワード、応仁の乱です。通説では日野富子が母親のエゴを押し通したせいで、以後長く続く戦乱のきっかけとなった応仁の乱が起きたとされています。しかし実際はそう単純な話ではなく、有力な大名家である畠山氏の家督問題から始まり、そこに山名宗全や細川勝元などの実力者が介入したことで応仁の乱が起きたと考える方がより事実に近いようです。するとあれか、日野富子悪女説というのは後世に考えられた作り話なのか。はい、富子が悪女とされるその原因のほとんどは後世の軍記物応仁記の創作だったと考えられています。もちろんだからといって富子が本当は優れた人物だったとまでは言いませんが、少なくとも悪女は言い過ぎではという感じですかね。そしてその後も将軍の妻、将軍の母といった立場から幕府の政治に大きな影響を与えていき、明応5年5月20日日野富子は死去しました。享年57。富子は詳細があり、その死後に莫大な財産が残されていたことも悪女説の裏付けとなっているようです。女性差別的なことも根底にあったのかもしれんな。北条政子と江戸殿も本当に悪女とまで言えるのか、少し疑った方が良さそうじゃの。ちなみに後に起きた明王の政変と呼ばれる足利義政の甥義澄を第11代将軍に擁立したクーデターに加担したことも日野富子が悪女と呼ばれる一因になっているそうでござる。